はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日はですね、プリパラの、ラストスパートで、アゲアゲアイテムが、追加になったので、そちらをゲットすべく、プレイしてきました。ということでね、早速、はい、紹介ねしていきたいと思います。ちょっと順番ぐちゃぐちゃになっちゃったかな。はい、ちょっと前回の搬出をちょっと忘れて、多分ね、かぶりで出したものもあると思うんですけど、どんどんね、紹介していこうと思います。はい、まずはこちらからですね。はい、ティアラモードのレアの提灯エドワンピ。はい、こちらね、まだご当地コーデ関東のだけ持っていなかったので、ゲットしてきましたね。はい、でこちらが、モンスターモノクロワンピのスターランク上げ。同じくモンスターモノクロシューズのスターランク上げですね。そして、キャンディアラモードのレアバレンタインスイートスカート。確かでこれで多分このコーデ揃ったと思います。次が、ホリックトリックのクラシックレディモスグリーンシューズ。多分これでダブル排出しちゃったと思うんですけど、ちょっともう忘れちゃいました、すみません。あとでもう一回確認しようと思います。で次が、じゃあプリパラレアの、ドリーミングガールのメルヘンムーントップスですね。こちら両方とも持っているコーデだったので、着せたコーデの、こちらミルコレなんですけど、スターランク上げました。そしてこちらが、プリズムストーンの、レアのスペシャルアテンダントシューズですね。で、同じくプリパラレアの、メルヘムバニエ、こちらをスターランク上げました。で、こちらが、ホリックトリッククラシックの、レアバレンタインチョコミントトップスですね。こちらのカラーはね、まだ1個も配置できていませんでしたので、嬉しかったですね。そして、マリオネットミューのサイリウムレア。マリオネットミューレットサイリウムワンピですね。ガルルちゃんのワンピースなんですけども、はい、配置することができましたね。そして、バレンタインズッキュンシューズ。ホリックトリッククラシックのバレンタインキャラメルシューズ。こちら、あとボトムスが多分配置されれば揃うと思います。そして、キャンディアラモードのモンスターモノクロワンピの、またスターランク上げですね。で、同じく、キャンディアラモードの、モンスターモノクロシューズのスターランク上げですね。ということで、こちらが、搬出ですね。なかなかもうちょっと、スーパーレア以上がほとんど被りで出ちゃうので、結構スターランク上げが多くなってしまいました。そして、ドリチ系、一回ね、プレイしてきました。こちら、トゥインクルリボンのプリパラレアのヒッチハイクドライブコーデ、こちらをね、ゲットしてきまして、とりあえず一巡ね、すべていたしました。そして、ドリトモチ系がこちらのモンスターモノクロコーデですね。こちらだけ唯一、マクドナルドのもので排出しているシューズがこちらだけなので、まあ、合わせられたんですけども、はい、あと、タッセルコーデも、シューズは排出しているので、また近々ね、着せていきたいと思っております。そして、ガチャチケなどですね、アゲアゲアイテムそんなに出なかったですね、ラストスパートのが。でまず、チョーチンクマインカントレベル24。で、システムです。レベル19。こちら、メガネーさんですね。で、ツインクル、リボンのマックカラーのサイリウムヘアアクセ。ドリームツインクルリボンですね。失礼いたしました。レベル18。じゃあ、シューズ、すごいね、ツボしてるんですけどね。なんか出ない気がしてならないですね。そしてこちらが、ソフィーちゃんの友チケですね。バレンタインチョコミートコーデのソフィーちゃんの友チケ。キャンディアラモードモンスターモノクラヘアアクセ。レベル18。で、こちらが、持ち系ですね。メルヘムコーデですね。で、アクセサリーちょっと実感がなくてつけるのを忘れてしまいました。何にしようか迷ってたら、
ちょっと、もう友近の読み込み時間になってしまったので、アクセサリーはないんですけど、まあまあ、可愛かったですね。こちらのね、着物3色、3色でね、ライブができたのですごく嬉しかったですね。そして、アゲアゲアイテム、スプリングの栄冠は誰の手に、レベル19、マリオネットミューのもくもく怪獣ヘアアクセレベル12。こちらね、まだ持っていなかったのですごく嬉しかったですね。そして、アゲアゲアイテムみんなで一緒にライブしようプリレベル36。そして、コスモさんのクラシックレディーコーデの友知見。ロッキンコミカのヘアアクセレベル30。キャンディアラモンドのものですね。そして、ツインクルリモンアジサイブーケヘアアクセレベル9。メガネアテンダントヘアアクセレベル21ということで、こちらが、ガチャチケ等の等々のものになります。ということで、はい、ラストスパート になったので、回してきましたが、まあ、配置的にはあまり良くなかったですね。はい、マクドナルドの全然出なかったのでちょっと残念なんですけども、まだめげずにちょっと友チケが全然なくて、ちょっと今いろいろトレードとかを約束していて、友知見をお付けしたいんですけど、本当にちょっと全然なくて作らなきゃなと思ってるので、はい、またね、近々行ってこようと思います。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。